こんにちは、土田です。えー、引き続きまして、ポットボットやっております。えー、基本的には、えー、フィックスしてるんですけども、まあ、フィックスと言いながら、ちょっとずつですね、えー、直したいとこ直してるというようなことになっております。えー、こちらが今現在のポットボットですね。えー、まあ、ちょっとずつ変わっております。はい、ここですね。えー ラズベリーパイ取り付けるところ、えー、このようにですねちょっと変えましたはい隙間が空いております、えー、ちょっとこの隙間の件につきましてももうちょっと検討していこうと思っております、えー、なんで変えていこうかと思っているかと言いますとこちらですね、えー、ダイソーで買ってきました100均と言いながら1000円もするモバイルバッテリーです まあただ線で買えるということは他のところではちょっとですね、えー、あまり売ってないものだと思いますんで、えー、こちらの、えー、1万ミリアンアワーですね、えー。で、最大出力は2 4アンペア。2つ口がついておりますが、1つの口で2 1アンペアまで出せるということで、えーまあ、2アンペア以上あればですね、えー、ラズベリーパイの3、えーまあ 今のところは順調に動いております。まあ、検証も兼ねましてやっております。で、これ今ケーブルで付けているところなんですけども、えー、できたら中に入れたいなと思っております。で、先ほどちょっとやってみたんですけども、これ高さがですね、もう合わないんですね、えー。収まればなんとかと思っていたんですけども、これがちょっと長い、えー、ということもありまして、中に入れようとすると、 えー、ちょっと無理があるんですね。なので、えー、こちらの、えー、ポットを今後別なものに検討しようかなとは思っております。まあ今んところはですね、えー、このような形で、えー、外付けでもいいので付けておいて、えー、そのままですね、使っていこうと思っております。で、これ買ってきて付けたら、 えー、LED が4つついてるんですけどもそのうち2つついてました、まあ、大体なんですけども半分ぐらい充電されてる状態で売っていたということでこれ今使ってですね時間としては1時間半ぐらい経つんですけども、えー、先ほどの2つの状態から全く変わっておりません、えー、まあ単純計算するとですね、えー、1万ミリアアンペアワーというのは えー、10アンペアアワーですね。つまり1時間に、えー、10アンペア分ぐらいありますよということだと私は思っておりますんで、えー、そうしますとこちら、えー、2.1アンペア流せるということは、だいたい4、5時間は持つんだろうなというのが私の考えだったんですけども、それにしてもこれですね、えー、まだ2つだったものが1つも減っていないという状態ですんで、まあ今、 ただ電気入れただけで、あの、ほぼ動いておりませんので、あまり消費電力ないということで、電力も使ってないのかなとは思っております。それにしても、半日ぐらい持てばですね、全く AC アダプターとか使わずに、持ち運びながらですね、いろいろ人に見せたりすることもできますんで、かなりこのバッテリー、1000円で買ったという割には良かったのかなと思っております。 で場合によってはこれより小さなものがありますので、えー、入れてみてですね確か半分の5 0 0 0 m a アダイソーでもう一つするもう一種類売ってたんですけども、えー、半額の500円で売っておりましたんで、えー、場合によってはそれをつけてみて、えー、中に入るようであればそれをつけてですね、まあ、1時間ぐらい使えれば、えー、PR 用としては十分なのかなと思っておりますはい えー、あとはまあ細かくですね、えー、昨日まで、えー、実はまだできておりませんでしたけど、超音波センサーについて、えー、つけました。で、ラズベリーパイの時も超音波センサーつけていたんですけども、ラズベリーパイって3 3ボルトなんですね。で、こちらの超音波センサーが5ボルトで駆動するということで、えー、っと、ラズベリーパイ5ボルトを供給していたんですが、 取り出す時には 3.3V に電圧を下げなければいけないということで抵抗を使って下げておりました。まあそういうことでちょっと部品点数が増えてしまったんですけどもこれはもう 5V でえアルドイノはですね 5V で動きますんで直接出力を 5V で出すことができますんでえそういう点ではですねもう単純にケーブルで4本の線でつなぐだけで OK ということになっています。 はい、えー、こんな感じでですね、つなげています、えー、実際動かしてみますね、えー、じゃあつけてみます、LED オンにしますはい、だいぶ明るいですね、えー、消します、つけます頭を振りますはい、えー、このケーブルの位置がちょうど真ん中にありますので頭をですね、こんな風に振っても ほぼ問題なく動いております。はいいい感じですねえっ、ー、と今回まだ距離を測るところまでしかやってないんですけども例えばここにボタンを追加いたしまして、えー、今みたいにですね右左人がいるかどうかということを確認している方向に何か話しかけるとかいうことを考えておりますはいじゃあこれは終わりにいたしまして、えー、これも止めまして ですね、プログラムを止めまして、はい、終わりにいたしましてアルドゥイノ側のですねプログラムを変えます、えー、超音波センサーを使って測るプログラムですねこれを書き込みます はい、書き込んでいますということで、えー、書き込みが終わりましたえっ、ー、と Python 側のプログラムはまだ作ってませんので単純にアルドゥイ o 側のシリアルモニターを起動いたしまして、えー、データを取り込んでいきますはい今何もない状態ですんで 2m ぐらいですかねはい例えば手を前に置きますと ちょっと時間がですね長くしちゃいましたねえー、っと3秒にしてあるのでこれをですね1秒ぐらいにしておきましょうか、えー、では1秒にいたしましてそれを書き込んでみましょう はい書き込み完了ですねモニター確認しますはい今度早いですね1秒ごとに来ます、えー、手を前に来るとですね 10cm とかいうことで表示されます2641うん 今度はですね、これ、こんなふうに持ち歩くこともできますんで、えー、モニターの方向けますと、35、37ですね、天井の方見ていきますと、はい、こんなふうになっております。はい、まあ、先ほどお話ししたように、えー、これがですね、えー、顔を振りますんで、顔を振って、 でえー、例えばそこに 1m ーー以内に物体があるような場合につきましては何かしゃべるとかですね「こんにちは」とかその方向に向かってしゃべるとかいうことで、えーまあ、角度でですね、えー、回転させることができますんで、えー、まあ前それから右左誰かいないかなということで首振りしまして誰かいるようであれば声をかけるというようなことを考えています。 ではまたご紹介いたします今回はここまでといたしますそれでは